成田美希夫は勝新太郎らと飲み歩き、喉を酒焼けで潰したこともある。30代半ばで胃潰瘍を患う。酒への愛着は彼の健康を蝕み、最終的には進行したスキルス胃がんの診断につながった。彼が選んだ病院は副院長の妻がいとこだったため、彼にとっては家族のような存在であった。入院生活の中で成田は文学書や詩集、自然や動物の写真集に没頭し、国語辞典や歳時記を用いて詩や俳句を作り続けた。彼の静かな創造の時期は痛みを静かに耐え、最後まで病と向き合う彼の姿勢を反映していた。私生活では成田は13歳年下の女性と結婚し、2人の娘に恵まれた。彼は思いやりのある性格でありながら秘密主義であり、自身のプライベートほとんど明かさなかった。趣味としては将棋に熱中し、実力三段の腕前を持ち、 NHK の将棋番組にも出演した。また高校時代から詩を書き始め、アルチュール、ランボーに心酔していた。晩年には俳句も作るようになり、没後には異国集、クジラの目が出版された。成田の読書への愛は柳田国男の唐の物語に感銘を受け、唐の地方を訪れるほどだった。